今回はなんと人数もやっぱ少なかったっていうのもあって、でまた新しいね、やるなら新しい感じでやりたいなと思い、ペコーラからちょっとあの二次三次さんでね、グラブルをやっていたみたいな感じの方にちょっと声をかけて、ちょっと初めて声かけたからマジで緊張したんですが、来月のね4月からのやつを一緒に二次ホロブル団で古戦場に参戦していきたいなと思っております。そして今日はね、そのにじさんじさんの、お一人をね、ちょっと、呼んでおりますので、聞こえておりますでしょうか？聞こえてますよ。やばれにさーん！猫ちゃん。よく、ちょっと待って、画質悪いんだけど、よるみさんの。ちょっと待って。さあ、待って。なんか、アップロードしたの、それ。綺麗なのあった、綺麗なのありました。よくぞペコーラのこのね、グラブのやつに乗ってくださりました。自己紹介もし よろしければ。私は23時のよるみれなと申します。いやよるみれな、はじめまして。はじめまして。配信してからはじめまして会話することあるんだな。確かに、そう、それね、普通だったら裏でちょっとお話ししてからなんですけど、まあでもそれも、まあある意味、新しい形かなと思っておりますペコですので、で、マジでの初対面だこれ、よるみさんと。そう、マジで初対面で、しかもペコちゃんから数日前にね、さっとそう来て、え？もしよければ初対面なのに初対面なのにすごい軽いな。なんかできないかなと思って軽い気持ちで声かけてみたら、俺意外といけたなみたいな感じ。まあやっぱりヨルミレナさんだから声もかけやすかったな、すごく。名前なんて呼んでいいペコですか？何でもいい。なんて呼ばれてる？私ヨルミって呼ばれる。呼び捨て？あ、苗字呼び捨て？そう、苗字呼び捨て。ヨルミンにしようかな、ヨルミンにじゃ。あ、いいね。ヨルミンもね、いる。あ、ヨルミンもいるんだ、じゃあ。ちょっと、ヨルミンにさせてもらうか。ペコラの好きに、呼んでいただいて、いいペコなので。ペコさんね。ありがとうございます。今回は本当に、二次三次とホロライブでの合同の古戦場。いや、緊張する。え、ね、緊張するペコだよね。まだメンツはね、ちゃんとは決まってないペコですけども、まあ決まり次第ね、まあね、多分ね、発表できたらな、古戦場をね、頑張っていきたいなと思うのですがね。そうだね、じゃあ、伝承を目指そう。あ、そうしようペコだ。そうしよう。じゃあ皆さん、二次ホロブル団は B 全勝を目標に頑張っていきますので、来月の20日よろしくお願いいたしますと。